1回戦が半分終了して、はい、さあ厳しいカードになりました。ジュンリーネクロ。さあ対する一平さん、ビッグワンということで杉山さんとやっているのでネクロの経験もあることでしょう。まあね、経験値で、いやもうだって何年プレイしてるんだって話ですからね、一平ちゃん、ね、15年ぐらいやってるんじゃないですかダットリー時代から簡単このゲーム15年っていうのが別に不思議な単語じゃないですから。そうですね21年目のゲームでございます。1年目のゲーム、はい、8台系チュンリー使いから言うと、まあ、ゲージ溜まるまでは割と面倒くさいよという話もありますが、そうですね、いや溜まるまではでしょっていう、溜まるまでですね、溜まっちゃえばというところですね、はい、大体1試合目で溜まるよね。そうですね1試合目というか、まあ、中盤ぐらいでノーゲージのチュンリーっていうのはなかなかないですよね。まあ、ジュンリーのね、その共通する弱点として、なんでしょうね、ゲージ溜まんないと、ちょっとコンボが安いとか、そういったとこはあるのかな。そうですね、それぐらいですね。溜まってもめんどくさい。さあ、安が一加護あるようですが、さあ、そのあたりも含めて、どう出るか、これはしかし、かなりブバさんやってますけど、2マックスはもう怖い。怖いですね。ワンブロ省力がないんで、ドリルもブロっても何もなかったりしそうですね。ね、ないと思うじゃん。そう、大体ワンブロ膝で OK なんだよ。別にそれでいいやっていう。あ、でもこれは5、4、3、2、1、投げちゃうとダメだよね、やっぱり。ね、難しい。さあ、99秒使っていく。いいですね、落ち着いてる。お互いに SA が1個も出てないっていう、なかなか珍しいですね。かなりじわじわした対戦ですね。さあ、そしてワンブロ膝を早速実践。あ、うまいですね。あれがきつい。うわー、危ない。ブバさんね、久々に、はい、そのまあまあ10年ぐらい前はね、東北でやってたって言って、まあちょこちょこ来てくれてますけど、なんか当たってる。さあ、表裏は表から、おっとっとっと、裏行って表、なんか謎のセットプレーが、なんかね、多分ね、やってた頃に戻りつつあるっぽい。最近のそのプレイとか見るとというか、いいですね、言うてまあ旧市勢だったので、まあ思い出せればって感じなんでしょうか。いや、すごいですね。フライングバイパーで浮いたのも確認して、一平さん出さなかったですね。しっかりしてる。あ、しかし画面端地獄は地獄。あ、しゃがんでますね。しゃがんでますね。あわよくば包浴って欲しかったぐらいでしょうね。まあ、そうですね、そうですね露骨大パンが届いちゃった。さあ、お互いフルマックス。さあ、2マックス、2マックス。ネクロの方がいろんなフレーム考えると牙使います。そうですね、はい、ただ1回当たれるとスーパーチャンス捉えたい。足持っていけばワンチャンあります。さあ、リーチの長さでも勝負していくが、ヒヤッとしますね。するね。さあ、ガードは硬い。これだけじわじわしてると中足立ちくらい方向でも出しにくいですね。そうね、噂も知らないことはないと思うんだけど、結構勇気持って打ってますね。あー、1回目、2回目、裏から膝でんでん、ゼロゼロドット。よう見てんだよな、こういうとこ。勝ったのは一平。ぶっぱ太郎吉、ぶっぱ太郎吉。